Over 95% of my viewers isn't my subscribers. If you like what I do, you like my work, and you like my videos, leave a like, subscribe, and write a comment down below. Thanks a lot, and hope you enjoy the video. 2ヶ月前、教育実習中に失踪していた大学生、三越葉博。無残な他殺体となって発見された彼のその人物像が矢上の調査で徐々に浮かび上がってくる。三越葉は4年前に同級生を自殺へ追いやった罪を免れ、そのことを周囲の教師らも承知しているようだった。矢上さん、ここで何してるんです？ママ、先生は職員室にお戻りですよね。ご一緒してもいいですか？今、警察が来て、いろいろ話を聞かれてました。そうみたいですね。あなたは三越葉くんのことを知ってたんですね。殺されてたって。だから彼のことを聞き出そうとしてたんでしょ？ええ。でもほら、ここじゃ何ですから。なんで早く言ってくれなかったんですか？三越葉くんが事件に巻き込まれてたなんて。警察もまだ伏せてる情報なんです。先生だって他の人に言わないようにって言われませんでしたか？それはそうですけど。刑事たちは他に何て言ってました？そんなことあなたに教える義理はないです。うん、確かに。そもそもあなたは部外者なんです。校内への立ち入りは今日限りにしていただきます。また喧嘩でもして不審者が生徒に危害を加えたなんてことになったら大問題ですから。大丈夫です。その件はもう話がついてますんで。え？ミステリー研究会が俺をぜひ指導員にって言ってくれてるんですよ。理事長の了解も取れてます。俺はもう部外者じゃありません。いつの間にそんな。話は戻りますけど、警察は誰が三越葉くんを殺したかもう当てをつけてました。いえ、警察が教えてくれたのは三越葉くんが殺されてたということだけです。何日か前、異人町で見つかった死体が彼だったと。お気の毒です。あとは三越葉くんが教育実習中にどんな様子だったかをずっと聞かれてました。こっちからは全然質問できる雰囲気じゃなくて。そうですか、なるほど。
あの、何か。御子柴くんを殺した犯人ですけど、もしかして先生、心当たりありません？え？例えば以前、この学校で息子をいじめられたと考えている江原明弘です。当時、御子柴くんはその加害生徒として名前が挙がってました。江原さん？まさか、あんな痴漢で捕まるような人が？やっぱり警察は何も話してないみたいですね。どういうことです？江原さんは御子柴ヒロの殺害に絡んでる可能性があります。は？2ヶ月前痴漢で捕まってからずっと拘留されてたのに、異人町のフラン死体を御子柴だと言い当てたんです。県警が身元を特定するよりも前に。じゃああの江原さんが御子柴くんを殺したんですか？直接手を下したわけじゃありません。アリバイがあるんで。でも実行犯とつながってはいるはずです。八神さんはなんでそんなこと知ってるんですか？沢先生、情報はギブアンドテイクでいきません？え？4年前に先生は御子柴にいじめをしてたんじゃないかって問い詰めてたそうですね。いえ、それは。でも今日先生は俺に御子柴くんはいじめをするような子じゃないって、まるで正反対のことを言ってました。以前と御子柴への印象が変わったんですか？それとも俺に嘘を？嘘だなんて。ちなみに御子柴は今日見つかった高田さんへのいじめにも関係してたようです。なんというか人を見下しがちなタイプだったんですかね。そんな。御子柴は4年前江原の息子をいじめてたんじゃないですか？そして先生は何かその辺の事情を知ってる。違いますか？嘘はなしでお願いします。殺しの動機に関わる大事なことなんです。敏郎君です。え？江原の息子だなんてそんな呼び方。あの子の名前は江原敏郎君です。そうですね。すみません、まだ仕事が残ってるので。先生、今夜9時、伊勢崎ロードのプラージュってお店に行きます。そこでなら話せるってことですか？ええ、多分。もしもし。あ、俺今やっと学校出たとこ。海藤さんどうしてんの？飲み歩いてるよ。3軒目に来たとこだ。つまり今日はもう働かねえってこと。なんだよ、拗ねちゃって。つくもたちも一緒？杉浦なら一緒だぜ。つくもはなんかのシステムがトラブったとか言って事務所に戻ってった。なんかのシステム？バズリサッチャーだかなんだかよくわからねえが、要するに飲んでる場合じゃないんだと。どうする？お前はこっちと合流すっか？いや、
この後沢先生と待ち合わせてんだ。はあ、たぼうよ。それはいくらなんでもずるくねえか。あのね、遊びに行くわけじゃないんだから。ほう、じゃあ俺も混ぜろよ。どこに行けいい。酒入ってちゃ仕事になんないでしょ。じゃあまた。んなこと言ってどこか引き込むんじゃねえだろうな。おい、タボ。八神氏、ようやくご帰還で。海藤さんが寂しそうでしたぞ。大丈夫、杉浦連れて飲み行ってんだろ。さようで。時に八神氏は何やら源田事務所から依頼があったようですな。そちらはどうなっているのです。ああ、まだ説明してなかったよな。なるほど、痴漢で捕まった警察官が実は殺人にも関わってたと。なかなか興味深いですね。ああ、でその発端は4年前に清涼高校で起きた生徒の自殺。殺しの動機はそれへの復讐だった可能性が高い。そうだ、つくも、その生徒の自殺の件ってネットに出てないか。それならすでに調べたことがあります。理事長の依頼を受けた時、あの高校の情報は一通り集めました。確か3年生の男子が自宅で首を吊ったんでしたな。亡くなった生徒は江原敏郎とありますね。うん、それだ。ネットで少しだけ騒がれましたが、あまりニュースにはならなかったんですよ。遺書もなく、自殺の理由がはっきりしなかったせいでしょう。第三者委員会の調査でもいじめの証拠は出なかったんです。やっぱりこの子が江原敏郎か。その後、父親が学校でいじめがあったのではないかと清涼高校に訴えを起こしました。しかし根拠に乏しく、ほとんどクレーマー扱いだったようですな。裁判は長引き、判決が出たのは今年に入ってですね。そちらはもうネットでもほとんど記事になってません。そうなんだ。ま、僕が集めた情報はこんなところです。ん？あれれれ？ん？何の音だ？僕の開発した試験中のシステムです。先ほど不具合を直したつもりだったのですが。システムって何？犯罪の発生を予言するシステムです。何だって？予言？それはちょっと大げさな表現ですが、それに近しいことはできますぞ。正確に表現しますと、町で現在発生中のトラブルを検出することができるのです。それでも十分すごいと思うが。使っている技術は大したことありません。既存の技術の組み合わせですからね。八神氏には以前つぶやき検索という僕が開発したツールを使っていただきましたよね。ああ、そんなのあったな。確かユッターとかいう SNS をハッキングしてたっけ。ええ、あれをベースにパワーアップしたのが今回のシステムです。あれとは似て非なるシステムなのですが、ま、何はともあれ実際に見ていただきましょう。画面に表示されている小さなウィンドウがユッターのつぶやきを抽出したものです。つぶやきの背後に表示されてるのは偉人町のマップだよな。ええ、偉人町のどこでそのつぶやきが行われたのかをマッピングしてあるのです。このようにリアルタイムに更新される SNS の情報、いわゆるビッグデータを AI が収集。トラブルに関連しそうなつぶやきを抽出し、マップ上に一覧したのがこの画面ですな。トラブルに関連しそうなものだけを。すげえな、そんなことができるんだ。今はまだ AI が賢くないので、意味のなさそうなワードまでピックアップされてしまうのですがね。だけどつくも、これ何に使うんだ。探偵の営業活動に使えればと思っております。営業？僕たちは偉人町でまだまだ無名。
これから評判を高め依頼を増やしていく必要があります。まあそうだな。そこでこのバズリサーチャーの出番というわけです。バズリサーチャー？ SNS で話題になっているワード、いわゆるバズってるワードの元にはトラブルが眠っている可能性があります。ですのでシステムで検出されたワードの地点に急行し、トラブル解決に貢献することができれば、結果として街での我々の評判も上がっていくというわけです。なるほど、そうやってこっちから売り込むわけか。ほとんどの案件は無償奉仕になるとは思いますが、そこは先行投資と割り切る。こういった地道な活動の積み重ねによってこそ我々の評判は上がり、仕事は増えていくはずなのです。まあそう思惑通りにいくかどうかは試してみないと分かりませんがね。なあつくも、これ面白そうだから俺も使っていいか？もちろんですとも。まだまだ未完成ですので試験運用したかったのです。矢上氏にはぜひ実際に使っていただいて、いろいろと改善していければと思っておりました。なんだよ、俺を実験台にすることも織り込み済みか。バレちゃいましたか。では早速矢上氏のスマホでも使えるよう僕が開発したアプリをインストールしておきましょう。ああ頼むよ。これでよしっと。どうぞ。どれどれ、ん？なんかごちゃごちゃしててよくわからねえな。どこに行けばいいんだ？ちょっとノイズとなる情報が多いですね。まさに無秩序、エントロピーが増大しまくりですぞ。ではワードを絞り込んでみましょうか。絞り込む？ええ、ワードを絞り込むことで余計な情報が減り、トラブルの発生地点を特定しやすくなるのです。どうやって絞り込むんだ？その AI っていうのがやってくれんの？いえ、さすがにそこまでは。AI がこれというワードをいくつかピックアップはしてくれるのですがね、ハズレも多いのです。ほらこのように、いろいろワードがあるな。さて問題はここからです。ピックアップされたワードから正解を絞り込む上で頼りになるのは経験や直感、あるいはひらめき。要するに最後は人間の勘ってことね。シンギュラリティでも起こらぬ限り、勘こそ人類が AI に勝る最後の武器となるでしょう。では早速探偵としての豊富な経験をお持ちの矢上氏に実際に選んでいただきますか？わかった。事件の匂いがするつぶやきを選べばいいんだな。これなんかどうだ？ちょっと事件の匂いがする。おほー、なるほど。ではこのワードで絞り込んでみましょう。絞り込めたようですな。気が臭いワードがこの通りに集中していますね。実際にここでどんなトラブルが発生しているのかは自分自身の目で確認してもらう必要があります。探し出すのには血と苦労するかもしれませんが、そこはまあ宝探しだと思っていただければ。宝探しね。そう考えるとちょっとワクワクしてきたな。でしょ。街を歩き回り、よく周囲を観察し、目的のお宝を見つけ出す。そこにどんな謎やトラブルが待っているのか、胸が高鳴りますな。よし、そうと分かったら早速探しに行ってみるか。あ、矢上氏、少々お待ちよ。トラブル探しに役立つガジェットがありますのでお使いくだされ。これは高性能な集音機です。人間の耳では察知しづらい中距離の小さな音を拾うことができるのです。へえ、集音機。このガジェットを使い、街の人の困った声や不審な音に耳を傾ける。そのことでトラブルを見つけ出す。
いわば聴覚を拡張するためのガジェットなのです。サンキュー、有効活用させてもらうよ。他にも探偵ガジェットはあるのですが、便利になるよう改造中ですので、そちらについてはおいおい。そうか、楽しみにしてる。お願いします。八神です。
はい。ところで、
これは。なるほど。いえ、はい、お願いします。